どうもミリオナーのウェディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に発信しているんですけれども、今回はですね、あの世界トップクラスのファッションブランド誌Vogueのイメージ映像のグレーディングをやってる人のグレーディング方法をゲットしました。これもまた英語やったんですけれども、日本語に直しましたが、7個のシリアルノードに対してカラーグレーディングを行っていくんですけれども、結構ね、色味はニュートラルかつでも今のトレンドもしっかり入れてる、めちゃくちゃ皆さん使い勝手の一番多分どんな場面でも使えるニュートラルでかつモダンな映像になってます。なんでこれもうマジでカラーグレーディング勉強してる人見てほしいんですけれども、今回はですね、今まで僕カラーグレーディングの再生リストブワーっていろいろ出してきたんですけれども、その中でもね、新しい項目も出てきますので、ぜひこの機会にね、これってこういう役割あんねんやっていうのも出てきますので、ぜひそちらも覚えていただきながら皆さんと楽しんでいけたらと思っておりますので、早速ね、今回カラーグレーディングやっていきましょう。はい、というわけでね、こちらダヴィンチリゾルブの画面に映ってきたんですけれども、まずマスター設定の方からいきましょう。こちらカラーマネージメントからタイムラインカラースペースをダヴィンチワイドガマットインダーメディエイトで、出力カラースペースをレック709ガンマ 2.4 に設定してください。このダヴィンチワイドガマットインダーメディエイトとレック709ガンマ 2.4 っていうのはダヴィンチリゾルブ内で最も広いグレーディングスペースを扱える場所になっておりまして、1万ニッツまで対応したダヴィンチリゾルブ内で最大レンジをね保てるエリアでございますので、この設定に今回はしてやっていきましょう。でノード構成からいくんですけれども、ノード構成は至ってシンプル、7個でございます。はい、分かりやすいようにこんな感じに分けていきましたけど、まず1番のノードですね、こちらノードラベルの方をCST ですね、カラースペース変換ですね。でこちらノードラベル、もう一個こちらも実はカラースペース変換でございます。でアウトさせるカラースペース変換になるので、こちらまた後で説明していきますね。2番でバランス全体の部分ですね。で3番にラットでございます。で4番の方でカーブ、はい。で5番のノードでですね、グレインですね。で6番のノードでハレーションでございます。今回は結構シンプルな構成になってるんですけれども、多分今までで一番実用性があって一番面白いカラーグレーディングになるんじゃないかなと思って、僕これめっちゃ使うなって思いながら見てたので、皆さんに共有していきたいと思います。まず今回結構チャレンジングなカラースペース変換します。ちなみにこれはソニー α7S3 で撮った422-10bit の素材でございます。 H264 ですね。カラースペース変換の方入れていきましょう。こちらカラースペース変換1番入れていただいて、入力カラースペース、いつもやったらソニー S ガマ3シネを入れるところなんですが、今回はよりVogueの色味に近づけるために、なんとね、入力カラースペースをこれありなんて思う方もいるかもしれませんが変えていきます。レッドワイドガマット RGB に変えます。レッドですね。入力ガンマの方をこちらレッドに合わせてですね、レッドログ3G10 ってやつに変えてください。で出力カラースペースの方をダヴィンチワイドガマットに変えます。はい。で出力ガンマの方をダヴィンチインターメディエイトに変えます。でまずこれでいつもやったらカラースペース変換完了するんですけれども、続きましてもう一個カラースペース変換入れてあげて、こちらでレック709化していきます。でこちら入力カラースペースの方をダヴィンチワイドガマットにしてもらって、入力ガンマをダヴィンチインターメディエイトにしてください。で出力カラースペースの方をレック709にしてもらって、出力ガンマをガンマ 2.4 にしていただきます。こういう風にすると、実はですね、大体の素材が多分ベクトルスコープで見てもらった時に、このレッドイエローらへんのね、割とあったかみのある色に出てくると思うんですけれども、そちらで大丈夫です。ホワイトバランス結構綺麗に撮ってても割とねあったかい色味で出てきますが、そこは心配しないでください。もしホワイトバランスめちゃくちゃミスってたとしたら、ちょっとこれね、レッドとイエローこのあたりですねにしっかりベクトルスコープがいくように設定してあげると綺麗なカラースペース変換になります。でバランスなんですけれども、まずバランスの方行っていただいて、こちらプライマリーホイールでちょっとだけねゲイン感が強いので、このゲインだけ下げときましょう。はい。で
ここからが初めての項目でございますけれども、このバランスの濃度でこちらハイダイナミックレンジカラーホイール HDR カラーホイールに行っていただきたいと思います。おそらくこれダヴィンチリゾルブの17以降じゃないとこのHDR のホイールいじれないと思うので、もしアップデートしてない方がいたらこちら HDR のカラーホイールが出るようアップデートしていただけたら嬉しいんですけれども、そもそもこの HDR カラーホイールって何っていう話なんですけど、広いダイナミックレンジを持った素材用のエリアで主にローとかログ素材に使われるものになっております。で今回はねかなりね広いカラースペースでマスターとかも設定したので、このパレットが有効になるんですね。じゃあ何が有効なのっていうところなんですけれども、実は通常のプライマリーホイールより露出の補正であったり映像全体のサイドの部分ですね、ここを適切に維持しますっていう便利なカラーホイールになりますので、推奨はね一応10ビット12ビット16ビットらへんになるので、こちら10ビット以上の素材でかつ広いダイナミックレンジを保ったマスター設定にしてる方はこちら使ってもらってもいいと思います。でこちらのカラーホイールのグローバル総合ですオフセット部分ですね、こちらをちょっと青に持っていくとめちゃくちゃ綺麗に戻ってるの分かりますか。かなりね敏感に反応するので、 X 軸が 0.02、 Y 軸がマイナス 0.01 ぐらいでしっかりと綺麗な色に戻るって感じですね。結構この時点でめちゃくちゃ綺麗になってるの分かりますか。かなりニュートラルな色に戻ってると思います。で続きまして3のノードでラットを当てます。で実はなんですけれども、その防具の方のカラーグレーディングの中で有料のねプラグイン系を使っていたんですけれども、さすがにそれを僕も使ってしまうと、いやそれやったら僕私できませんやんっていう人が多いと思うので、今回はなるだけ近いダヴィンチリゾルブ内にあるラットを見つけました。それがフィルムルックスのレック709コダック2383の D60 ですね。これ一回入れてみてください。すると色がねもうね潰れてる感じになると思うんですけれども、こちらキー設定の方行っていただいて、この原因出力を 0.3 ぐらいです、3割ぐらいまで抑えてあげてください。するとこんな感じでコントラストにちょっと使った感じですね。防具っていうものを見てもらった方ってわかると思うんですけれども、この時点で結構ね防具のあのニュートラルででもしっかりと被写体が際立ってる、ある程度コントラスト感が担保されてる映像っていうのが出てきたかと思いますので、この設定ぜひねラットをね入れた時にうわめっちゃ入ってるやんと思うかもしれないですが、キー出力をしっかり設定してあげるといい感じになります。で4のノード、こちらポイントですね、カーブのカスタムの部分行っていただいて、こちらに実はローソフトっていうのがあるんですけれども、このローの部分をねちょっとねソフトにしてあげるっていうやつなんですね。シャドウの部分を少しだけふんわりさせてあげるっていう効果があるんですけれども、このローソフトをね真ん中よりちょっと右に持っていってあげるぐらい、この辺お好みでいいんですが、マットな質感になるというかそういう感じになるようにこのローソフトを真ん中より右ぐらいに少し持ってきてあげるといいかなと思います。ちょっとね柔らかい印象になりました。これちょっと倍抜で見てみます。うん、コントラストの部分が少し柔らかい印象になったのが分かると思います。ここがかなりポイントになりますので、ぜひこの項目を覚えておいてください。続きましてグレインですね。結構防具のやつとかってパッと見ニュートラルな印象があると思うんですけれども、この5と6のグレインとハレーションの項目でかなりこう防具に近づけれる、ちゃんと見た時の防具って実はこんな感じなんだよっていうのがかなり分かると思います。調べていただいたら分かると思うんですが、実はグレインとハレーション系結構使ってるので、そちら設定していきます。まずプリセットを 35mm400t にしていただいて、グレインの強度をね 0.62 らへんにしましょう。でグレインのサイズは少しだけ大きめ、0.3 ぐらいにしておきましょう。でアドバンスドコントロール行っていただいて、このミッドトーンっていう部分を下げてあげると、この乗り方、グレインの乗り方がかなり上品に落ち着くので、このミッドトーンを 0.23 とかその辺まで下げてあげましょう。ちょっとグレインが乗ってる感じ、なんかシネマカメラとかで撮影したものってやっぱりこういうのが乗ってくるので、この辺をなるだけ細かく再現するっていう部分で 0.238 ぐらいまで持っていきましょう。でこちら続いてですね、最後でございますハレーションですね。ハレーション入れていただくとこんな感じで赤みが増し
ました。ちょっとね古っぽい映像になると思うんですけれども、防具とか世界最新鋭のねファッション誌とかは逆にこういうね昔のちょっとこうフィルムライクな要素もニュートラルで綺麗な映像の中に取り入れてるんですね。だからここのハレーション絶対逃さないようにしてほしいんですけれども、このハレーションのかけ方がポイントでございます。セカンダリーグロー行っていただいて強度をね少し上げてあげると、このガンマ拡散という部分が選べるようになるので、まずこのフィルターの部分をねちょっと赤に持っていってあげます。まあ結構赤かな、これぐらい赤に持っていってあげて、でこの上の着色レイヤーの反射っていう部分の強度とかガンマをねちょっと下げてあげてください。でセカンダリーグローの強度をほんの少し下げてあげる。でそれを見て着色レイヤーの反射の強度とガンマをまあちょっとずつ下げてあげたぐらい、これぐらいかな、うん、ちょっとまだかかりすぎで、拡散の部分をほんの少しいじってあげる、ちょっと下げてあげるぐらいで、こっちのセカンダリーの強度をビビたる量いじってあげながら、ここでね瞳の部分とかよく見ないとわかんないぐらい、このね真珠のネックレスしてるところに結構赤いのが乗ってると思うんですけど、これがねあからさまにならない程度にうまいこと調整してあげます。この辺は素材によって、素材の光の当たり方によってかなり変わってくるので、ここはねしっかりと調整してあげてください。で言われてみたらかかってんなぐらいですね。うん、これぐらいどうでしょう。ちょっとブラー感のかかった、あめっちゃいいじゃないですか、この感じね。この感じで見ていただくと、もうね防具のあのニュートラルやけどちょっとフィルムっぽい映像の質感もね再現できるようになります。でもし今回の素材みたいに、例えばスキンの部分がちょっとだけこう明るすぎるなって思ったら、ノードラベルでスキン追加シリアルノードしてあげて、まあこれはねもうマスクで普通に抜いてあげながら、ちょっと一応トラッキングかけておきましょうか。であまりこう光当たりすぎてますって感じにならないように、この波形の部分を少しだけ下げといてあげます。ほんの気持ち、はい、これでねしっかりと被写体の方がねしっかりとした明るさでね担保されるっていう感じになりますので、この感じでいかがでしょう。結構ねスッといった工程なんですが、かなりね微調整がね難しいというか、微調整にセンスが必要な部分になるので、この辺はね皆さんいろんな素材で試していっていただいて、とにかくハレーションがあんまりやらしく出すぎない程度に、あよく見たらかかってるぐらいに抑えるのがポイントでございます。どうでしょう、めちゃくちゃいいルックになったんじゃないですか。ソニーの S ログで撮ったやつにレッドのやつ入れんのなしじゃねって思う方もいるかもしれないんですが、そもそもそこは自由なんで、別にソニーの入れてやってもいいし、今回はあえてちょっとチャレンジングな感じで、実はこんなんも別に映像としてオッケーっちゃオッケーですよっていうのも込みでこのレッドの入れてみましたが、いかがでしたでしょうか。一回ね画面の方戻っていきましょう。はい、というわけでね今回は防具のね、あの世界最高峰のファッション誌、防具知らない人いないんじゃないですか。あのジャスティン・ビーバーとかもなんかやってますよね、防具と。それぐらいね有名なね、やっぱりファッションとかを取り扱うファッション雑誌とかになってくるので、やっぱりこういう映像とかにもかなりね今のトレンドを取り入れつつ、ちゃんとそのニュートラルで被写体が伝えたいもの、被写体をしっかり繰り出す、被写体を前にポンと出すっていう工夫がなされているグレーディングでしたね。このグレーディング方法結構知らない方多かったと思いますので、かなりね皆さんにとってお役立ちできたんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、ミリオネアンでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げておりまして、今目指せ1万人ということで、めっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、そしてこの動画役立ったよって思った方は、うわこれは面白かったっていう風にコメントいただけるととても励みになりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。最近こう YouTube の中で僕のねこういろんな感じの動画が、まあ映像っていうくくりやけど、いろんなものがこう上がっていってると思うんですけれども、やっぱりカラーグレーディングの動画毎週1本出してるんですけど、何々風的な感じでカラーグレーディングのこの再生リストにまとまってるやつはやっぱり結構難しい
部分にはなってくると思うんですね。なんでどちらかといえば結構ニッチな方が見てくれてるとは思うんですけれどもね、これを見てくれてる方からしたらもっとこうカメラの選び方とかよりもいろんなの出してやって思われるかもしれないですけど、やっぱりね僕のこうチャンネルの中で最近自分の中で思うのは、まあ、初心者から上級者までみんながこう映像を楽しめる場所っていうコンテンツを作りたいので、今ちょっとね自分でも考えながらやってるので、そこはねご了承いただきながら、もしかしたらこのカラグレのやつだけ見てくれてる方もいると思うんですけれども、そういう方にとってもね、そのうちねもっともっとこういろいろ発信できる場を作っていきたいと最近は考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。